B 級装甲艦、プリンツ・アーダルベルトだよ。ハインリヒから聞いたけど、P 級装甲艦はみんなすごいんだって。だから、怖い敵が現れた時は、遠慮なく呼んでね。母校に無事到着っと。次はどこかでブラブラしたいよね。どこがいいかな。ん？あなたは指揮官？あ、どうも、よろ。じゃ、バイバーイ。おーい、指揮官、一緒にやる気チャージしよう。おーい、指揮官、ずっとぼーっとしてるよ。悩み事？一緒に考えてあげようか。この砂時計面白い。どれどれ？逆さまにして、また逆さまに。なんかつまんなくなってきた。指揮官の机に他に面白いものないか探してみよっと。机に書類がいっぱい溜まってる。あ、シュレッダーに入れたら仕事せずに済むかな。ダメ？はーい、わかった。ずっと同じ仕事してて指揮官は飽きないの？私なら30分が限界かも。ハインリヒは自分の偽装をアイゼン君と呼んでるっぽいけど、アーダルベルトも偽装に名前つけようかな。指揮官、私の稽古にでも付き合って。指揮官、女の子にこんなことしたらダメだよ。急に頭ポンポンされちゃったけど、私、なんかいいことしたっけ？任務のリスト、長くなってる。やっぱりここは、シュレッダーを登場させちゃおっか。おーい。指揮官。報酬は不当で山積みになってるよ。おーい、指揮官、メールボックスがいっぱいだよ。片付けてあげようか。指揮官、いっそのこと屋外に執務スペース作ったらどう？暖かいお日様と美味しい空気が待ってるよ。委託完了した？物がいっぱいって聞いたから手伝いに来たよ。ふん！やっ！筋力向上したって感じ？ほーい。ウォーミングアップ済ませて出撃っと。K.O. 敵はみんな倒しといたよ。みんな撤退するの？じゃあ、私も。アーダルベルト、ロース。第2ラウンドはこっからよ。指揮官、退屈。他の子と遊んでくるね。まずは倉庫に行って確認してみよっと。遊ぶ仲間か助ける仲間
いるよね。ほーい。指揮官、頼まれた資料持ってきたよ。ん、思ったより遅い？マクデブルクに付き合って、軽くランニングして、ハインリヒと一緒にアイゼン君と遊んで、あとは、それで遅くなっちゃったかも。喜ぶ人を見ると自分も嬉しくなるもんね。だから人と遊ぶのも人助けするのも好きなんだ。指揮官もそうだと聞いたけど、きっと私と理由は同じだよね。はーい。指揮官、今日も困ってる仲間がいないか一緒に探してみよう。指揮官と二人なら解決できないことはないし、一緒に遊ぶのも楽しいよね。これって、とってもとっても仲良しってことだよね。それよりも？じゃあ、とってもをさらに二つ追加する？とにかく、これからもずっと一緒にいてあげるよ。約束だからね。はーい。指揮官、やる気チャージ終わった？まだなら手伝ってあげようか。あー、ほーい。私に悩みとかないよ。指揮官こそ、何か相談事でもある？机に面白いものがいっぱい。執務室にいると飽きが来ないね。アーダルベルトは勤勉なシュレッダー。指揮官が嫌いそうな書類をビリビリと。まだそんなに溜まってないの？単純作業でも付き合ってくれる人がいるとつまんなくならないね。ハインリヒ、ペーターに捕まって本を押し付けられたよね。私もちょっと寝る前に読んでみようか。指揮官って興味津々？女の子のここについて。指揮官、窓開けとくね。新鮮な空気を一緒に、スーハースーハーしようね。指揮官、今日は何をして遊ぶ？ああ、仕事もあるか。じゃあ、私お仕事手伝うよ。まずは、指揮官を笑顔にすることから頑張るね。あれ、私寝ちゃってた？
閉店したら少し休憩しようと思っただけなのに、もうこんな時間。そういえば、指揮官はどうしてまだここに？指揮官、いらっしゃいませ。なんだかこの格好で、いらっしゃいませ言うの、不思議ね。そういえば、私はどうしてカウンターで横になってるんだっけ？確か、疲れちゃってて閉店したその後そのまま。まだ眠いかも。注文取って、料理運んで、掃除して、ローテ組んでやっていけば飽きることはないね。あの大人の飲み物を飲むとね、ふらふらしちゃうから好きじゃないの。今日仲間がドリンク作ってるところをうっかり見入ってしまったの。ビスマルクに注意されるまで気づかなかったぐらいにね。マリオネットじゃないよ。指揮官、営業時間にこんなことしちゃダメだよ。まだ任務が残ってるよ。指揮官はやっぱ私の助けが必要だね。任務終わった？ご褒美になんか飲む？指揮官がいるところにメールが来るよね。もう閉店したけど、何か要望あるなら遠慮なく。アーダルベルトに行ってね。委託組の仲間たちが帰ってきた？後で飲み物を用意しないと。仲良しってことだよね。それよりも、じゃあ、とってもをさらに二つ追加する？とにかく、これからもずっと一緒にいてあげるよ。約束だからね。